こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。オーストラリアマゾン、無在庫メリット、デメリット。これ7年前。ね、約7年前ですね。オーストラリアマゾンで物販が始まると、無在庫販売で稼ぐチャンスがやってきます。ということでね、えー、いろいろ書いて、意気込んで、まずは無在庫からと。 アメリカもそうだったようにね、やろうとしたんですけど、まあいろいろね、クリアしなきゃいけない問題、あるいはオーストラリアの配送品質考えたら、まあオーストラリアで無在庫はちょっと無,無理、無謀かなと、無理かなというのを考えてね、オーストラーアマゾンは FBA 一本でね、サポートしてきました。ところがね、先月入会した会員さんが、なんと自力で無在庫販売でもう10ヶ月取り組んでると。で、現在の月賞は200万円ですと。 いうことでね、え、無在庫でそこまで育つまで無事繰り抜けられるんだというのもあってね、まぁ、あ、ちょっと驚いたんですけど、まあ、とりあえず FBA をサポートして、無在庫なんかの問題点もサポートしてというのをね、今後やっていきます。で、無在庫のメリット、デメリット、実践金なども配信します。こちらのメールマガジンに登録するか、YouTube のチャンネル登録をしてください。で、 会員さんはぜひ知りたいという要望がなければね、サポート来てる会員さんはぜひ知りたいという要望がなければ、無在庫の情報を見るとね、無在庫を勧め出したのかなと勘違いされると困るんでね、反響を見て、会員さんにもこの無在庫の情報を流すのか、あるいはね、この YouTube の動画、あるいは無料メルマガの方だけ流すのか、反響を見て決めたいと思いますので、興味ある方はメルマガ、あるいは YouTube のコメント欄の方にね、 書き込んでいいただければと思います無在庫で月賞200万円までいけるんだと、ね、いうのが分かってね、ちょっと驚いたんですけど、まあ、今後サポートしていって、まあ、無在庫やっぱりね、えー、いいのか、あるいはね、FBA に乗り換えたかが全然いいのか、ね、感想なんかも配信してきますので、興味ある方はコメント、あるいはね、メルマガ、会社の場合はチャットワーねそれぞれの方法で、えー、質問、あるいはね、報告、 または要望を出してください。アマゾン支サポーター、堀秀夫でした。